生きてる人でいいんですか？え、僕じゃダメですか？殺すぞって殺さないでください。家に帰りましょう。二人います、女性。一人置いてきました。どういう子？どういう子？ん？例えば。かおりさんどういう子だろう？かわいい。天然。あ、いや。な。優しい。優しい。パッタム、ん？パッと見優しそうな感じ。失礼だな。かわいいのか？それ人それぞれだと思いますよ。かわいい、はい。人それぞれ。みんなそうじゃないですか、人それぞれ。おめえはって。いや、置いていかないです。綺麗？いや、わかんない。そうです、綺麗です。綺麗です。はい。本人はい。合うかって言ってます。合うか。いや、バランスそうですよ。触れたら、僕に怒られますよ。外出ないんですか？ああ、外出ると、ここ、男性に取られるみたいです。ええー。ああ、縄張りなんだ。そういう感じなんだ。ね、あの、心霊スポットとか、ごめんなさいの言葉変です。女性の人が来た場合どうするんですか？最低。背後から触れてきます。最低をさ。見てください、一人で。最低を。そういえば、その、今、もう一つ思い出したんですけど、はい、営業当時から、まあ、例の目撃もあるっていう噂もあったので、聞いてわかるものかわからないですが、聞いてもらってもいいですか？亡くなった人、営業、その、ここ、まだお店がやってる時に、おじさんみたいな人がいたって、聞いたことあります？ない。ダメ。もう一人の女性、もう一人の女性、あっちにいますもん。どっち？おすすめ？おすすめってあるんですか？すごいな、おじさん。かっこいい男性いますよ、ここに。男性。怒られちゃいました。やっぱり。行きましょうか。行きましょうか。うわー、やっぱ男。危険。やっぱ男の人には厳しいんですね。うん。あれ、嘘すぎた。二人。やっぱり。男性、二人、男性、どこ行くぞ。二人座ってこっち今見ました。はい、あれ、各部屋に男性一人しかいないって聞いたんですけど。あ、そういうことか。男性同士のカップル。はい。失敗しました。ごめんなさい。男の人が二人ですか？男二人です、カップル。カップル、はい、あー、同性。ここで降霊術やったって聞いたことあるんですけど、まあ、降霊術は亡くなった人を呼び出す儀式。知らない？邪魔すんの？はい。ここって利用されてたんですか、結構。
釣りできるんですか？釣って、魚焼いてくれんですか？言うと。お店の人に言って焼いてもらったんです。へぇー。なんか魚焼いてもらったらしいですよ。へぇー。最初に出会った方も釣りができるって言ってました。多分言ってましたね、釣って、はい。近くに川があるんだ。なんか、お聞きしたいことあります？そうですね。まあ、高齢術は多分なかったのかなっていう感じがありますね、すでに。うん。殺人はない。うん。ね、泣いて亡くなったんですか？薬？二人で？二人一緒に死んだんです。最初は飛ぼうとしたんです。薬の方がきつかった。もうしないでくださいね。なんかそっちにいたおじさん、女性の話一緒にしなかったです。混ざれ、混ざんな。はい。なるほど。じゃあ、検証するなら僕がいた方がいい。そうですね、ここ。あ、かっこいいですよ。一緒一緒、一緒のタイプ。あ、そう、似てる感じなんですか？いや、言っときました。じゃあ、後でもう一回来た時に反応を教えていただけたら。はい、この一番奥が、はい、この僕の動画でカメみたいなのが見えた。特にそうです。もう一つ向こうです。入ります？入れるはずですね。今すごい茂ってますけど、あの上の窓の真ん中、はい、ちょうどど真ん中くらいに影が。はい。行ったらいい。まあ、例なのかはわかんないですが。近くある。どっちか。これ。ここ、入れんのか？あ、行けます。あ、そうだ、そうだ。あ、そうです。あの隙間です。意外と危なくはないと思います。はい。こんにちは。こんばんは。何してたんですか？釣り。釣り、魚釣り。釣り好きなんですよ。大丈夫。釣り、あ、なんだ、釣りって、はい、女性のこと釣りを釣りって言うんですか？あ、そういうことですか？なんださっきの焼いて食べてたという意味がちょっとよくわかんないですけど。あれわかんないですね。ジョークを言ったんですよ。すごい、すごいジョーク。なかなかタイプだなって。え、僕のことですか？あ、どっち？大人気。人気ですね。人気ですね。そのために来たんだろうって。そのために来たんじゃないです。なんか、殺人があったかもしれないと思って、っていう噂があってきました。受けたな。男性ダメですか？こっちの目当てから。なんで？あっちの部屋その方ですよ。男性二人いました。びっくりしました。二人とも上半身裸で。この方は裸ですか？年配の方でシャツ着てます。シャツ着てるんですか？ストライプの。白く。黒。緑やん。全部黒っぽいんですけど。あ、汚れてる。おしゃれだよ。おしゃれです。同じくらいの年ですか？四五十。六十ぐらい。浮いてたの浮いてたの。人気ありますね。ここの部屋は別の方がいらっしゃるんですか？上って誰かいます？いない？
ここって、ここのお家は、一人でいいんですか？一人？上に上がったりします？上がる？なんで上がるんですか？まあ、来た人、こういう風に来た人、見たのに。あれ？今上から来たんですか？下にいませんでした。今の下。こうやって、心霊スポットに来る人を上から見てたらしいです。あ、上からですか？窓から見てたってことですか？なんで見てたんですか？上の方から。男性か女性かって。女性が来る人っているんですか？何？やめて、口悪いでした。口悪い。さっきの方も口悪そうでしたね。いや、すごい口悪いです。いや、言えない。多分、僕怒られちゃいますね。その、放送禁止用語。ちなみに前回、二人でここ来たんですよ。で、この下で、窓自体はその時見えてなかったんですけど、影は。後で気づいたことなんですけど、その時香りはもう具合悪くてこうリタイアしたんですよ。じゃあ触られたんじゃないですか？そういうことです。今大丈夫ですか？今全然大丈夫。あ、そこにいるんで。どうしたの？エロいか。覚えてないか。見たことはない。見たことあります？マスク？あ、してない。してました？その時マスクしてない。知ってたと思いますね。覚えてるんじゃないですか？最低。顔そんなにわかんねえよ。その顔。覚えられねえよっていう感じです。今見たらと言ってます。なんか、結構聞いてると、先生いなかったら結構悪意がありそうなパターンですよね。うんうん、でも、2階から見てたってことは、前に、5年前に来たところ、影を見たじゃない、うん、それをもしかしたら、そうそう、そうかな。この方かもしれないですし、払拭してた、みたいな。そうかもしれない。あ、メホさん大丈夫ですかね？一人にして。電話してみます？もう大丈夫でしょ。もう。あれ？どうぞ。いいよ。入ってきて。若い男性。若い男性？ダメダメダメ、触ってダメよ。何やってんの？あちあち、あち。ついてきてたらしいです。じゃあ狙ってたんですか？すごい手、こうやって手掴もうとしてましたね。何？ 20 代です。20代っぽいですね。だから若いですね。10代 ?20。作業着着てます。緑の作業。何工業って言われてるの？ダメダメ、あっち来てよ。触ろうとしないで。あっち行って。俺のお兄さんで。どうですか？すごいですね、ここ。勢力。やばいですね。やばいですね。じゃあ、行ってみますか。はい。じゃあ、霊が見えたと、黒い影が見えた2階に行ってみます。この窓から覗いていたようです。いないですね。でも、押しやすいですね。ここの見やすい。そうですね。誰かんだろう。鏡大きいですね。あ、何でしょう。あ、認定書。ここの認定書だ。名前はモザイク入ってますが、少年写真の価格3年中の認定書を代表、うん。自動車旅行ホテル資格基準に適合しているものと認定すると。
うん、ホテルに教科書が出たってことですね。そして鏡がでかいですね。本当だ。なかなか。なんか、心理写真映りそうですね、ちょっと。あとで MTV さんのチャンネルに移動して。そうですね。あ、MTV さんのチャンネルは、心霊写真。いいんじゃないですか。どうですか。いいんじゃないですか。どうぞ。ありがとうございます。ぜひお願いします。はい。後半の写真は、はい、MTV さんの方に。MTV さんの方に。わかりました。お願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫ですか。触られました。はい、触られました。触られました。ま、どこ触られました。お尻。おお。大丈夫です。はい、大丈夫です。どんなふうに触られたんですか。まずこの辺から。はい、なんか気のせいかと思ったんですけど、はいはい、やっぱり触られて、はい、ただなんか下の方までこうしゃがんでたんですけど、はい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 、触られました、ね。こんなエロジジですね。ですね。はい。わかりました。それだけはもう分かりました。はい、よかったです。あとは被害ないですか。大丈夫ですか。具合悪いとか。大丈夫です。わかりました、はい。ありがとうございます。すごいですね。すごいですね。いつも動画を見ていただき、本当にありがとうございます。告知になります。共鳴塾インタク風水コース、9月24日開講となります。インタク風水とは、お墓の向きや霊園の入り口の向きから、家の地位や家庭環境、財運、寿命、才能など先祖代々にまつわる歴史を紐解き、今後の子孫繁栄や一家繁栄、また仕事、勉強など必要な要素を生み出せる手法となります。私、橋本共鳴自身も自ら実践している戦術となります。仮想風水コースとなります。仮想風水とは、築年数建物に入る正確な方角、玄関に入る正確な方角から計算していきます。この部屋は仕事運に良い、この部屋は健康運に良い、さらに良くするにはこうするとなど鑑定が可能となります。仕事、勉強、家庭、恋愛、健康、金運などの向上も狙えます。間取りが悪い場合でもその対処方法も学べます。かなり貴重なコースとなります。本講座は鑑定士として活躍したい方もおすすめとなります。どちらのコースも橋本共鳴との食事会がついている特典となります。この機会にオンラインと食事会でお会いしましょう。よろしくお願いします。